明しましょうか。せーの、プリンセス神楽ジャパンです。お願いいたします。お願いします。お願いします。はい、それでは自己紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、黄緑色担当、ティンカーベルことことはです。お願いします。ことは。はい、緑色担当、リンゴが大好き、まるまるうたです。歌って呼んでください。お願いします。うたー。ニコニコスマイルメーカー中原ニコです。ニコって呼んでください。お願いします。ニコ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、プリンセス神楽ジャパンは13人のメンバーがいますが、今回は4人ずつに分かれてパフォーマンスをしていっています。はい、すいません、質問です。愛香さん、プリンセス神楽ジャパンって何ですか？はい、プリンセス神楽ジャパンとは、神宿る島、宗像沖ノ島、関連遺産群、世界遺産を応援したいとことから誕生したアイドルグループです。なるほど、なるほど。はい、プリンセス神楽ジャパンは9月11日デビュー日となっておりますが、はい、TikTok、インスタのフォロー お待ちしております。ちょっと噛みましたね、ちょっと噛みましたね。大丈夫です。はい、じゃあそれではね、次の曲に行きたいと思います。じゃあバトンタッチ。はい、できますよ。それでは聴いてください、夢君未来。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、歌さん、次の曲の説明お願いします。はい、次の楽曲は、姫神という楽曲なのですが、その時に皆さんに手拍子をしてもらいたいです。はい、じゃあ一回お手本でやってみましょうか。はい、せーの。今日から私姫神みたいに、あなただけの光になる。触れて姫神みたいに、あなたを癒したいの。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもっとできますよね。もっとできますよね。皆さんここら辺できてなかったですよ。皆さんお願いします。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、それでは、それでは聴いてください。姫神。さんが私たちのために書いてくださった曲を今回は披露したいと思います。
はい、デビュー曲はですね、星の涙っていう曲なんですけど、一昨日ぐらいにインスタグラムのストーリーで15秒バージョン の解禁をさせていただいたんですけど、音源皆さん見てくれましたか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね、今続々とね、名刺配りをねしてくださった皆さんがちょっとダンサーとして今回は披露するんですけど、今回は星の涙を披露したいと思います。はい、じゃあそれではね、皆さん私たちのデビュー曲を聴いてほしいです。それでは聴いてください、星の涙。